私は天使この病院の不調よ名前はね吉永沙織っていうの自分の口から言っちゃなんだけども人間あまり美しすぎると不幸になるのね院長先生のことなんだけどさ頭は悪いけどもね確かに腕はよ立派な人技術は最高なのただし医者の技術じゃないのあっちの方よ暇でしょだからさ私はいつもこのベッドに寝かせるのそしてね私のこのふくよかな胸を見て先生はいつもお前のはツインピークスだってさっき覚えたばっかりなのごめんなさいローラお前の私は命だって私のこと言うのよあの人バカじゃないかしらと思う何を考えてんのかしらねでもさとにかく患者がいないのもう何だってね最後の患者が来たのは8年前よどうやってやってたかね一生懸命で生きることが一番大切なのね人間っていうのはこれはサービスよサービスいいじゃないねああ一生懸命で頑張りましょうあっ出て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 出あなた本当に患者さん見たいなまあ失礼しましたどうぞどうぞどうぞここにお横になってくださいねまあ短い足だから足らないのねごめんなさいすいませんねごめんなさいちゃんと横になってくださいじゃあね今かけますから院長先生院長先生患者さんなの早くおいどうしたどうしたんだよ来たじゃないよさんざっぱなこと言っといて先生どうした患者さんなの患者よく来やがったな恐れもなくでもね痛い痛いって言ってるから痛い痛いだって、はい、ここはまあ8年前まあ4人も殺してんだよ分かってるわよよく来やがった今度は成功させましょう痛いってはいよしじゃあ麻酔しよう麻酔はいじゃあ注射注射はい注射器だけ持ってきた針が全然折れてねえじゃんだってそのまんまでそのも8年前のまんまですから困るよお前じゃあの中に液停車場なんてないわよバカ野郎くだんねえこと言ってんじゃん中にあの古いこと言うねお前もだんないことって私が言う人だあんたが言う人だそりゃたまには言うよおいちょっと液って何よ急性液液、うん、だってないんですものなんでないわ全然そんないっぱい仕入れたろ仕入れたこれはね箱だけなの箱だけなのバルバル北で箱だけそういう古いこと言うなってそれはあんたが教えたんだってなんでも悪いこと俺の先生あって先生どうするの早く息なかったら何でもいいちょっとこれ入れなさい、はい、何でもいいの金取れないからさ、はい、じゃああの便所の水で何でもいいそこに手洗いの水でいいわね先生、はいもうやろう何にもねここからつぎ込みやっておい、はい、腕を出して消毒しなさい腕はねアルコール持ってこいあらこれ足だわあてかこれはアルコール持ってきなってのアルコールなんかないわ先生この間飲んじゃったからこれあらあれで終わりよ8年前だから、ね、でもしょうがないわねじゃあよしアルコールない場合は消毒すればいいんでしょはい先生あ針曲がっちゃった刺さらない耳からやっちゃうあこれで完全に効いた効いたわ先生100円落っこってるぞどこあれだ全然効いてない前よりしっかりしてるじゃないじゃあしょうがない、はい、おいハンマーでやれハンマーでいいハンマーはいいつものやつねはいおい、はい、1万円落っこってるぞあ効いた効いたいやよく効いたねいい限りは先生これで俺4人殺したんだから、はい、じゃあ次はよしあんたは手術するから、はい、メスなんか痛がってまばたきしてるようなおいメスメスも何でも昼も持ってこい早くそう金取れないんだこの間ねあの大工さんがね、うん、あの忘れていた飲みがあるから持ってこいはいはい何でもいいんだ早く先生これこんなんまあいいや、はい、これこう切れを裂いてなそうですか
ちょっとこの頭ね、コンコンと思いっきりバーンってやれ、はい、あら、クジラが泳いでるあ、なんでお前を俺の頭殴んの。ごめんなさい、どこを殴ればよかったのかしら。この飲みの頭を殴れてたんだろ。オフのコースよね。古い子、はい、いいか、しょうがないのよ。はい、リズムがいい。えらいことしちゃった。やっちゃったよ。 What's happening? 何どうしたのよ。えらいことしちゃった。えらいことって何よ先生。玉落とした。片金この人の。どうするの先生。どうするったら初めてだもの。どうしましょう。どうするったってしょうがない。落ちたものはつなぎようがないだろ。アイディックサクセスだわ。何をわけのわかんないこと言って。そうね、酔ってるのかしら。見てみろ。あら珍しい、取れちゃったんだ片金が。先生ちょうだい。何を。私それ大好き。何をちょうだい。お願い先生ちょうだい。バカ野郎、これどうすんだこんなもの。どうするってそれ。私ねネックレスにするの。バカ野郎、これまだ生だよお前。生でも生でないんだよ。変わった、ほらもうしょうがないよ、まあ、本当に。最高だわ。おい見てなさい。ありがとう。はいな、はい、うん、8年ぶりに俺、はい、これ手術するから油乗ってやんねこの野郎は。そうね、本当に。先生見てみろ。はい、これこれ大腸。あら、うん、あら、その反り方先生ちょうだい。何でもちょうだいちょうだいって。お願い、これどうすんだよ。今夜のおかずにするの。このバカ。じゃあ冷蔵庫閉まっときなさい。おい、ぬくもり。あとであの油炒めよ、はい、ピーマンとやさめ炒めにね。やさめ炒めこの野郎。はい、見ろ。おい、これ眼差し、これあら、これね、防衛庁、気象庁、あら、企画庁、あら、文化庁、ほら、うん、見ろ、まあ、この先っぽ、はい、この薄紫になってんだろ。黒ずんでる。これが盲腸ですよ。これを切れば治っちゃう。あら、うん、じゃあこの患者さん盲腸だったのね、うん、先生、いや、しまっちゃん、何ちょうだい。私その防衛庁が好き。ちょっと余計食いすぎちゃって。先生、防衛庁は真ん中だったわよ。防衛庁はここ2番目だから。最初気象庁だったでしょうが。うん、美味しい。何でも食うんだからこの野郎。本当ガクッとしゃって食べて言ってたんじゃないの。おい、針と糸持ってこい。いやしいんだからこの野郎、食いすぎちゃって。分かってるよ、先生は真剣になると笑顔でやるんだから。そうだよ、針、糸、糸。これ見なくたって通るんだ、ほら。もう何が上手ってね、この手つきだけは誰も真似できないのよ。最高よ。昔は畳屋やったから、ね、うちのおじいさんとお父さんも畳屋だな。よし、終わった。終わりました。目覚まさせろ。フィニッシュね。はい。この野郎なんだ、横文字ばっかりやって。あら、終わったの。ねえ、ちょいとありがとう、市長さんと大先生。終わったわよ。ありがとう。ちょ、目が出かえな。大丈夫かしら。ねえ、ちょっとあなた、あのちょっと歩いてみてくださいね。はい。あら、あら。なんか変よね。酔っ払ってるのか。ちょっとなんか重心が取れないの。重心が取れない。重心が取れないってどういうわけだ。なんか右の方が軽いのよ。あら、軽いったってどう。先生大変だわよこれじゃ。重りがなくなったんだ。あれ、おい、さっきの玉よこせ。いやよ、よこしなさい。あれよ、私これ家宝にするんだから。家宝ったって困ってるんだ。いやいや、絶対手に払えないもん、これから先。いや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 、ほら見よ、痛い痛いって言ってるもの。この野郎わかんない野郎。じゃあほら、大きな口開けて。なんか半導体でつながってるのかしら。何じゃんだこの野郎。いや、治ってよかった。あなた大成功よ。大成功だ。来た時よりも元気で帰ったもの。よかったよ。素晴らしいよあなたの腕は。ローラー
よかった。そんなことはどうでもいいの。あなた、お金はちゃんともらったの？金をもらうの忘れちゃったもん。だってそうなんだから。これなくしては人生を語れません。人に聞かれりゃお前のこと、失礼しました。